皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、生徒さんに10年愛される人気教室の先生が持っている意外なスキルとは、ということについてお伝えしていきたいと思います。人気の教室の先生っていうのは、人格的にもこういろいろな特徴があったりするんですけれども、もちろんスキルがあるっていうのは前提条件で必要なんですが、例えばスキルが、例えばそうですね、めちゃめちゃ飛び抜けててものすごいっていう状態にするためには、例えば数年かかったりとか、10年とか十何年とかかかっていくんですけれども、その先生も最初からそういう状態になってたわけではないですよね。で、その先生の出だしの頃から、そういうふうに先生自身が成長していく上でスキルが成長していくのはもちろんなんですけれども、ある程度の時期から人気教室の先生ってずっと人気教室なんですよ。で、なんでじゃあそういう状況が作れているのかっていう、数人の先生でものすごく今でも人気を博している生徒さんが来るのが絶えない、ずっと人が来続ける教室の先生が共通して持ってるスキルっていうのがあるなというふうに思いまして、そちらの方を今日は解説してみたいと思います。人気教室の先生が持っている意外なスキルですね。はい、こちらの方をお話をしていきたいと思います。では本題に入りたいと思います。人気教室の先生が持っているスキルですね、こちらの方は傾聴力です。はい、傾聴っていうのは傾いて聞くっていう、力になるんですけれども、先生業っていうのは基本スピーキング、話す方の能力に長けていると思われる方が多いかもしれないし、タイプ別に実際にそういう先生っていうのもいらっしゃるんですよ。すごく元気でもうたくさん喋ってマシンガントークのように喋るのが面白いから人が来るみたいな、そういう状態っていうのはもちろんあるし、タレント性がある先生とかだとそういう方とかも多いんですけれども、意外なんですけれども、喋るだけの先生よりもですね、適度に生徒さんに話を振りながら自分のもちろん伝えるべきスキルとか伝えるべき内容は伝えるんですけれども、相手を気持ちよくさせるような問いかけができる、そして褒めるっていうことができるような先生っていうのが長期的には人気だなというふうに思っています。で、先ほど言ったようなにぎやかな圧力とこうパワーで人を引き寄せる先生っていうのももちろんいらっしゃって、そちらも全然悪くはないんですけれども、長期的に人がたくさんずっと来続ける、長年の方が通い続けるっていうところを分析していると、やはり傾聴力がある先生が多いなという印象です。はい、では傾聴力、教室業の先生におけるどういった種類の傾聴力がいいのかっていうことを、お伝えするんですけれども、イメージとしてはそういうところに行ったことがない人にはちょっとイメージつきにくいかもしれないし、私も実はまだ行ってないんですけど、ホストクラブ的な感じの傾聴力ですね。はい、それがいいんじゃないかなというふうに思ってます。ホストクラブなのか、キャバクラ的なクラブなのか、要は夜のお仕事で、その来ていただいた人に、その場をお酒とともに会話を楽しんでいただくみたいな、そういう場所ですね。もしかしたらね、人によっては下心があってとかっていう男女どちらに関してもあるのかもしれないんですけども、多分なんですけどホストクラブの方が特にその傾向が強いかなと思っていて、要はイケメンじゃなくても背が低くても会話力でナンバーワンになったっていう人もいるんですよね、ホストクラブの方で。
で、女性の方もめちゃめちゃとびきりの美人で、もちろん顔がいいに越したことはないんですけど、という人が絶対にいつもナンバーワンかっていうと、顔がそこそこでも会話力、対話力と、あとはそこに来る人をおもてなしして会話で楽しませることができる人が一番になっていたりとか、まあこれは銀座のクラブとかでもそうなのかもしれないんですけれども、ホステスっていう領域においてはいい間合いといいタイミングで話を振り、そして聞いて相手の人を気持ちよくさせる、あの気持ちいいっていうのは褒められるっていうこともそうだし、褒められることじゃないものが好きな人は多分そちらの話題を提供したりとかっていうことで、相手によって会話の種類を変えることができるタイプの方っていうのは、やはりあのそういう夜の世界でも非常にこう人気がある方になっていくだろうなというふうに思うんですよね。で、夜の世界っていうのは、まあ、いろいろな、ね、方がいらっしゃって、でもちろん会話とか対話で、その人たちをね、来る、まあ、お客様を喜ばせてっていうことで商売が成り立ってるケースとかもあると思うんですけれども、それに似た領域でやはり心も耳も傾けて話を聞くっていうことが、やっぱ聞いてくれてる人に対してはこう一番こう響くのかなというふうに思うんですよね。じゃあなんで傾聴されると人って心地いいと感じるのかっていうと、しっかり話を聞いてもらえるということは自分の存在意義を認めてくれているというふうに多分思うんですよ。で、思うし、さらにその内容に対して、同意共感をしてもらえると自分の見方が増えたみたいな気持ちになるので、それと同時にまあその共感してくれる相手のことを、まあ、尊敬もしたり好きになったりとか、そういう状況に多分なっていくんだと思うんですよね。だからまあ、自宅教室業というのは女性の先生がメインでやっていて、来る方も女性っていうことなんですけど、まあ、好きになるというか、まあ、尊敬の意味も込めた好きっていう状態、この先生好きっていう状態になる、その場の空気感を、やんわりと上手に支配してしまう先生っていうのはやはりカリスマ性、めちゃめちゃ喋らなくて、マシンガントークをしなくてもカリスマ性がある先生たちだなというふうに、そういった先生に触れ合うたびに感じていることなんですよね。だから自分だけの話をするんじゃなくて、絶妙なタイミングで生徒さんの話を聞き、かつその生徒さんの、いいところとか引き出しを見つけて褒めるし、あと名前を覚えるのが早いですね、そのタイプの先生は。でその懐にもうスッと入っていく、その距離感と間合いがやっぱ素晴らしいなというふうに思って聞いています。ですので逆に、まあ、そうじゃない先生っていうのは、まあ、逆なところにいるわけですよね。どういう先生かっていうと、やっぱり自分のことをたくさん喋りたいとか、あと自分の知識をとにかく伝えなくちゃっていうのに必死になって、まあ相手のこととかをね、そこまで見ることもできずに喋るケースが多いのかもしれないですけれども、必死になりすぎると、まあ聞いてるのをそれが楽しいっていうタイプの人にはいいんでしょうけど、あまりね熱量が多すぎると疲れちゃったりとかっていうことも生徒さん側にあったりするので、やっぱり適度な会話のキャッチボールっていうのがあったらいいのかなというふうに感じる時があります。で、私の場合には職業がコンサルタントっていう職業になりますので、教室の先生とはやはり少し違いますが、問題解決をするための問題のポイントですね、ポイントがどこにあるのかっていうのは当然探っていき、でその探ったものに対して回答を出していく、しかも決められた時間でっていうことになるので、まずそうですね、最初はその内容についてバーッと一通り聞いて、で答えを出すために必要なパーツが足りない部分はさらに深掘りをして、
でその後こういう見解っていうことでお伝えするっていうことが、まあ、多いので、コンサル業とその他の業種業態っていうのはまたちょっとね違うとは思うんですけど、私は回答を出していくっていうお仕事においての、まあ、傾聴っていうことでやってますね。ただ私が話さなくてはいけない範疇においては当然きちんと伝えることは伝えるので、まあ、最初聞く、その後解決策を言うっていう、まあ、そういうパターンがコンサルの場合には多いです。あと逆にセミナーの場合には聞きに来るっていう体制の方がそこに集まってるわけなので、そこはやっぱりテンションも上げるし元気もアップした状態で私が話すっていうケースが多いです。まあ、巻き込む場合には答えてもらったりとかワークをやるケースも多いんですけれども、まあ私がメインで話すのを聞いていただく、そのためには座の空気とかを盛り上げるとかっていう形なんで、一段熱量をやっぱ上げないとダメになるので、そこでは話し方を変えてます。あと対談とかでコラボでねお話をしていく場合には、相手のスペースとテンションを見ながら合わせて不協和音が響かないように聞いてる人に持ち帰ってもらうのに一番いい状態は作ってやるっていうことはやったりとかしているので、相手がいる場合にはその空気感はその相手の方と合わせながら一番融合したら一番聞き心地が良くて楽しい状態を作るっていうのは心がけているので、一緒にやる相手の方によって私の喋りが変わります。なので私の場合には自分が前に出てが全面的に喋る場合もあれば、後方支援に回る場合と、あとはそれとバランスよくクライアントさんと一対一で喋る時とか、いろいろなシーンで使い分けはしているという感じですね。ただ教室の先生は基本1対3とか5とか自分のフィールドにおいてお話をしていくケースが多くて、まあとはいえこのに方たちはこの人間なので、その一人一人に向かって、まあ、ちゃんと声掛けができる、目配りができる、気配りができるっていう先生は、まあ、当然ですけどリピーターも多いし人気の先生になっていくなという印象がありました。リピートにならない、なりにくい先生っていうのはいろいろなところで損をしているケースが多いです。損っていうのが生徒さんがそれをいまいちって思っているのにそこを見抜かずにそのまま突き進むっていうことをやっているタイプの方もいらっしゃるので、そこはこうちょっと客観的に引いた状態で、今回の自分のその進め方とか内容はどうだったのかなっていうのは、確認をしながら進まれていくっていうのがいいんじゃないのかなというふうに思って、今日はそんな話をしてみました。まとめていきます。生徒さんに10年愛される人気教室の先生が持っている意外なスキルとは、それは傾聴力です。傾いて聞くという言葉の通りに、その方が本質的に持っている課題とか悩みとかを、聞きながら、ないしはどういう気持ちでその場に来てくださってるのかっていうのも背景を考えた上でお話をできる先生っていうのは人気の先生になるなと思ってます。それでは。